宝永四津宝町銀。宝永四津宝町銀。宝永四津宝町銀。宝永四津宝町銀とは、聖徳元年8月2日、1711年9月14日、より鋳造された町銀の一種で、氷涼銀貨であり、単に四津宝町銀とも呼ばれる。発行時期は聖徳に改元された後であるが、宝永期の一連の銀貨の性格を持つため、宝永町銀として分類される。 また、宝英四津宝長銀及び宝英四津宝豆板銀を総称して四つ宝銀と呼ぶ。表面には大黒像及び宝の文字及び両端に二箇所の宝地獄印及びその内側に二箇所のやや小型の宝地獄印が打たれ、常々の獄印はない。元禄十五年八月十五日、千七百二年九月六日、大黒常々、蝶座絵もや五大常栄が、 関九右衛門の関係により、小木原茂秀から飯話を受けた結果であった。また、大黒像極印を十二箇所打った、衆議用の十二面大国長銀が存在する。環定奉行の小木原茂秀の計らいにより三通法、銀の鋳造発行から一年余りで、過去の例に習い、聖徳元年八月一日、1711年9月13日に、 勘定組頭法記愛門、勘定、小宮山智恵門の二人に伝書させ、将軍の決裁を得ることなく銀座の内々の昭門によって、翌日から銀品位を下げる吹き替えを断行した。このため、英字銀、三津法銀と同様に、旧銀貨との交換手続き及び通用に関する、触れ書きなどが出さることはなかった。四つだから銀発行の際は古銀の回収を、 進捗させるために、増付をやや高く設定し、聖徳元年、1711年中は、原禄銀に対し26.2%、密法銀に対しては14.5%、聖徳2年、1712年中は、原禄銀に対し27.7%、密法銀に対しては15%と、さらに引き上げるよう通達が出されたが、正規の触れ書きによるものではなかった。 英治銀、三つ方銀と、相次いが正規の手続きを経ない、家平不機会に対し四つたから銀中蔵直前に、小木原茂秀は六大将軍、徳川家信から質問を受けたが、これに対し茂秀は、身を継がれ始発、国在すでに欠つくせしによりて、銀海造らるべき良しを申すといえども、このことにおいては、重ねて義似申すべからざる、良しを受けたまわりぬ。されど、 このことの外に、国用を足すべきことなきをもて、さ、年よりこの方、棒ひそかに、銀改め作らせ死によりて、それよりこの方、ボのこと敗血なくして、今日に至りぬと、申し開きしたと、新井白石の織、折りたく、芝の木に記されている。この開き直りの態度に、新井白石は激怒し、翌正徳2年9月、1712年10月、病床にあった六大将軍、 徳川家信に対し、小木原重秀の悲免を迫り、9月11日、1712年10月11日に、小木原重秀は悲免された。この月9月、白石県議により四津法銀は鋳造停止を命ぜられた。四津法銀の鋳造期間は1年余りの短期間であったが、鋳造工は、元禄銀に匹敵する40万貫余りに及んだ。品入れ、 造兵材料にことか,かず、また、造布を思い切って、引上げ給銀の回収に努力した結果であるとレール。茂秀の言葉通り幕府は、法営の一連の吹き替えにより、銀二十一万貫余り、約三百五十万両に及ぶ莫大な出目、海中利益を得て、度重なる、天才、諸公事及び将軍代わりの儀式に対する、出費による、財政赤字補填を行ったのであった。 一方で、宝永年間からの目まぐるしい吹き替えのため銀相場は混乱し、昭徳四年五月、1714年6月頃に、イタリア江戸の銀相場は、金一両イコール銀89問目と下落し、1カ年程度の短期間における4つ方銀の大量発行に行って、品位低下のため4つ方銀建ての物価は高騰して、昭徳五年、1715年には、米価が一国あたり、 銀230問目をつけた。このような銀相場の著しい下落から、商人の資産価値は下落し、上方の経済的繁栄に終止符が打たれた。一方、銀座は、貿益の相次ぐ一連の銀貨吹き替えにより、高く設定された V 一銀により、銀10万9262巻、約200万両もの巨額の収入を得、銀座人は、 両外調風と呼ばれるほど贅沢を極めた。聖徳四年八月二日、1714年9月10日に、良質の聖徳銀が鋳造された当初、当時通用銀であった、英字銀、三つ方銀、四つ方銀の三種は共に新銀、慶長銀に対し10割増、つまり2倍の重量をもって、新銀、慶長銀と1価日に通用するとする割合通用が、規定された。 しかし、銀品位の異なる三種を10に通用させるのは無理で、あり、共法3年ブルー10月1718年に出されたお触れ、新金銀をも、あたり犬11月より、通用可視核では、銀品位に基づく市場における割合通用を、追認するものとなった。聖徳銀が鋳造された後も、しばらく元禄、法営各種の銀の混在流通の状態は続き、 共法3年の新金銀をも、あたりの11月より、通用可視格により、聖徳銀が、通用銀に変更された同年11月、1718年12月22日、では、英字銀、三津法銀とと共に通用銀としての地位を保持した。共法7年末、1723年に、現禄銀、員、二津法銀、英字銀、及び三津法銀とと共に通用停止となった。 宝永四方豆板銀は宝永四つだから長銀と、同品くらいの豆板銀で、宝文字及び、宝字を中心に抱える、大黒像の周囲に小さい、宝字が回り配列された極印の物回りだからを、基本とする。宝字極印の玉の底辺の両側が跳ね、宝字の等点が横広で離れていることで三つ方、銀と区別する。両面に大黒印の打たれた、両面大黒は、 未確認であり、また、大技宝及び、軍宝なども、同様に、未確認であり、超銀に対する、豆板銀の鋳造量の相対的な比率が低い。旧貨幣表によれば、規定品位は、銀20%、7割8分、陰家、同80%である。明治時代、造幣局により、江戸時代の貨幣の分析が行われた。 宝英四つ方銀の分析値は以下の通りである。雑文はほとんどが銅であるが、少量の鉛などを含む。この極めて低い銀品位に対し、荒井白石は、名こそ、銀にてあるなれ、実には、銅の銀器あるにも及ばずと告評した。不機人録及び、月同見文集によれば長銀及び、豆板銀の合計で四十万千二百四十巻、余り、 約1497トンである。抗議配布金限及び回収された旧銀から長銀を吹き立てる場合の銀座の収入である V1 銀は4つだから銀では13%と引き上げられ、また吹き替えにより、幕府が得た出目、回収利益は94597巻余りであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。